えー、甲状腺機能低下症、えー、甲状腺機能更新症、えー、橋本病、馬生ウ病の,の,の最後4回目です。えー、馬生ウ病と橋本病4です。本当の原因は何でしょうか、えー、?1 と2と3で大体結論は出てますがー、用土の過剰摂取につながる様々なもの、他、えー、残りを言ってみたいと思います。原因は不明となっていますが、女性の方が20から30倍。 20代、30代、40代の若い女性に多いのはなぜでしょうか、いってみましょう。はい、まず、診断ですね。まあえー、1にも 2, 2も3も書いてますが、まあ、こういう感じで診断をします、はいえー。触診と血液検査によって大体判断します。はい 血中の甲状腺刺激ホルモン TSH の量で判断。それから甲状腺刺激ホルモン TSH が低い場合、血中のトリオードサイ、サイロニン T3 とサイロキシン T4 の量が高くなり、脳化衰退の働きが抑制されている状態で甲状腺機能、甲状腺、甲信症を発症していると言える。 えー、まれに、え、甲状腺刺激ホルモン TSH が低い、原因が、脳下垂体に起因するものであったり、えー、他の病気に起因する、下垂体の抑制であることがあるため、トリオード、サイロニン、えー、T3 とサイロキシン T4 の量を確認するのを有効な手段と、手法。えー、甲状腺肥大、バセドウ病の、えー、反甲状腺刺激ホルモン、ね、受容体の抗体や甲状腺機能、 低下症の多くの原因となる慢性甲状腺炎、橋本病の甲状腺、ペルオキシダーゼ、TPO 抗体も判断の材料となることもあると。甲状腺からトリオードサイロニン T3、フリー T3、サイロキシン T4、フリー T4、 の数値も検査するとなってますね。甲状腺機能、更新症の多くは甲状腺に要するに腫れるということですね。甲状腺機能、僕は甲状腺が腫れるために、針による声体組織検査、超音波検査、エコ、または他の放射線検査を行って、要するに腫瘍部分が がんではないかどうか、そういうが癌の腫瘍じゃないかどうかの判別をするということですね。それから発作性の脂質、脂麻痺ですね。麻痺のため、救急外来受診の際は、そういう場合は、血性カリウム、血の測定が必須ということですね。大体こんなところですね。 ここから行ってみましょう。えー、橋本病、バセドウ病、甲状腺機能更新症、甲状腺機能低下症の原因、えー、にあった、えー、医薬品の副作用、医薬品の、えー、アレルギー、それから用途の過剰摂取ですね。でここでは用途過剰摂取行ってみましょう。日本人は用途過剰摂取、えーえー、摂取世界一です。取りすぎてるんですね。職員に加えてそれ以外のものでさらに取っています。 えー、食事プラス、健康食品、サプリ、医薬品、化粧品など、えー、摂取過剰です。外する、健康外するほどと,とっています。はい。健康食品、サプリメントに要素が含まれています。まず健康食品、サプリメントですね。それから食品。えー、日本の食品は多いです。昆布が群を抜いて、えー、次がひじき、ワカメ。 えー、海苔に含まれる、量は、この2つとは、比べるのは、はるかに少量と。日本人は海藻を好んで食べるため、世界で一番要素を摂取している国民です。この他、魚、肉、えー、国類などにもわずかですが、要素が含まれます。そして、えー、複合調味料ですね。合わせ調味料の中にも入ってます。食品です。まず、えー、食品、健康食品、サプリメント。 20代、30代、40代の女性が好んで使うものです。だから20代、30代、40代の女性は多いですね、バセドウビオ。はい、えー、色素です。口紅です。赤色3号と赤色105号です。を含むもの、これ、要素が入ってます。えー、えー、と、医薬品に色素の赤色3号。赤色105号。 え、を含む、え、もの。これらは、色素は要素をごく B を含んでます。だから、口紅を塗っていれば、毎日ペロペロ舐めているということですね。え、それから赤、赤の102号のように要素を浮遊してない赤色もあります。え、化粧品に使用許可されているタール色素は、83種類もあります。え、国内で食品添加物として許可されているタール色素は、 えー、赤色2号、赤色3号、赤色40号、赤色102号、赤色104号、赤色105号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、緑色3号、えー、青色1号、青色2号の12種類です。はい。若い女性毎日ペロペロなめれば、バセドベルになりますね。ローズベンガルですね。はい。 化学式書いてますけど、要素が入ってますね。ローズベンガルは色素の一種で、食品や生態資、えー、料などの、などを赤色に着色するために用いる着色料。タール色素に分類される合成着色料。ナトリウム塩は食用赤色105号として食品添加物に指定を受けてます。ローズベンガルの構造は、ウルオレセ、繊維が持つ水素。 ですね、8個塩素4個とヨウ素4個です、ね、がつながったものですね。置換したものですね。カリウム塩もまた着色料として用いられますと。 エリスロシンです。はい、赤色3号、えー。赤色3号ですね。分子式また、えー、要素が入ってますね。えー、食用タオル式素に分類される合成着色料です。えー、通称赤色3号です。えー、分子式はこのように要素が入ってます。えーまあ、分子量はどうでもいいですね。熱に強く、タンパク質と結合しやすいと。主に食品添加物や工業製品の着色用途として使用されます。食品、えー、用途には、 えー、洋菓子やかまぼこ、漬物の使用が多いです。ドイツやボーランド、アメリカでは食品の使用は禁止です。食品です。どういうのに含まれているか。あ消化、えー、消化性海洋治療薬。あまあ、ごく一般的に使われますね。これはね。えー、甲状腺ホルモン製剤。もちろん含まれますね。えー、えー、抗不整脈薬。これも含まれてますね。えー、肝不全用の えー、栄養剤ですね。これも含まれていますね、えー。栄養剤に含まれている。それから乳幼児用の薬にも使われているということですね。医薬品ですね。えー、用途の過剰生取につながる医薬品です。これも要素が含まれています。内服薬ですね。それからそうう一般用医薬品の中にも要素を含むものがあります。 えー、要素、え、イソプロアパミド成分として浮遊している内服薬です。風邪薬に含まれていますい。風邪薬にも含まない。え、胃腸、え、鎮痛薬ですね。こういうのにも含まれています。鼻炎用の内服薬にも含まれています。気をつけましょう。医薬品です。市販薬です。 えー、要するに、えー、病院で処方されるものじゃなくて一般に売っているものってことですね。これ、ポピオン用土、要、えー、素を成分として浮遊している薬です。ね。喉スプレーなどですね。咽頭薬ですね。うがい薬です。その他、ヨーカカリウム、ヨーソレチンなどです。 えー、さらに、えー、甲状腺中毒症と甲状腺機能更新症は若干の違いがあります。えー、破壊性甲状腺中毒症タイプや甲状腺ホルモン、えー、過剰副用例では、えー、抗 TSH 受容体抗体は通常陰性です、えー。甲状腺中毒症は血中甲状腺ホルモン、えー、濃度が上昇して動機など甲状腺ホルモン、えー、作用が過剰に出現した病態です。甲状腺機能更新症は、甲状腺での 甲状腺ホルモンの合成と分泌が更新した病態です。甲状腺機能更新症があって、甲状腺中毒症が起こるバセド病はこの代表的な疾患です。甲状腺薬を大量に服用した場合、甲状腺機能、甲状腺ホルモン濃度が高いために、甲状腺、甲状腺中毒症が起こります。飲みすぎれば起こるということですね。甲状腺エフホルモン TSH は抑制、 甲状腺自体の機能は抑制されていると。破壊性甲状腺中毒症は甲状腺細胞の老婆の障害によって甲状腺ホルモンが血中に漏れ出して甲状腺中毒症。 となります。甲状腺中毒症はバセド病のような甲状腺機能更新症を伴うものと甲状腺ホルモン過剰服用のように甲状腺機能更新症を伴わないものがあります甲状腺機能更新症を伴うバセド病タイプと甲状腺機能更新症を伴わない場合甲状腺破壊性甲状腺中毒症タイプと甲状腺ホルモン過剰服用の場合があります薬の飲み過ぎの場合があるということですね 薬の飲みすぎによる過剰服用による甲状腺中毒症の発症基準による分類ですね。甲状腺機能、更新症を伴うもの、甲状腺機能、更新症を伴わないもの、甲状腺から甲状腺ホルモンが漏れ出すもの、破壊性甲状腺中毒症タイプ、甲状腺ホルモンを過剰に服用したものと、以下、こういう薬です。甲状腺機能、更新症を起こす薬は以下のこういうものがあります。読んどいてください。 パセド病を起こすものもこういうものがあります。もう分かってますと。いっぱいありますね。はい。これだけが起こすと。分かっているものです。はい。次いって。では、最後ですが、補足の最後ですが、猫にも甲,し甲状腺機能更新症があります。猫の甲状腺機能更新症は、ポリシューカジフェニルエーテル。 と呼ばれている多くの家具や一部の家電で防火物質として使われている環境汚染物質との関連が示唆されています。猫にも影響があるんですから、当然人間にもあるでしょうねと。えー、獣医学における甲状腺機能更新症です。甲状腺機能更新症は多くの高齢の家の猫、家に飼われているペットの猫に多い内分泌系の疾患です。えー、10歳以上の猫の20%近くがこの疾患を 発症すると推測しています。甲状腺機能更新症は、最初に猫の、うん、発症が1970年代、ごく最近ですね、確認されてから、あ今では一般的には、えー、発症が認められていますが、昔はなかったんでしょうね。はい、アメリカの、えー、インディアナ大学の共同調査では、23匹の猫の甲状腺機能更新症を調査したら、えー、若くて甲,、えー、甲状腺機能更新症のない猫と比べると、 え、血中の、要するにさっきの言いましたね、この、えー、ポリエンカ、ジフェニルエーテルの、えー、量が3倍も高いことが分かりました。本来ならば、健康を害するような、こういうものが、えー、その他の内部、えー、ツ抑制成分は人間や動物に、の血中にあってはいけないということですね。こういうものが検出されました。3倍も検出されましたと。ということで、 4回にわたってお送りしてきましたが、バセドウ病、ハシモト病、甲状腺機能更新症、甲状腺機能低下症の原因は、用度の過剰摂取及び医薬品の副作用及び医薬品のアレルギー症状ですね。他、まあ少し違うものがありますが、こういうポリエン、ポリシューカジフェニルエーテルですね。ポリ集カですね。ポリ集カジフェニルエーテル。こういうものということでした。4回にわたってお送りしました。 えー、ありがとうございました。